今回は途中から転調させてみることをやってみます。お題にする BGM はバンドインナボックス2023からボサノバを選びました。バンドインナボックスでの転調はいろんなやり方が考えられますが、もし1コーラス目がキー、 G で2コーラス目がキー、 D に転調して3コーラス目がまた G に戻るパターンで考えてみます。まずはデモソングでアフターとビフォーを聞いてください。続いては転調の作業の流れを説明します。まず1コーラス目の16小節をコピーします。次にソング全体のキーを変えます。そしてコピーしておいたコードを1コーラス目に貼り付けます。同様に3コーラス目にも貼り付けます。最後に転調前のコードを適当に修正して完成です。ジャンルやコード進行によってもいろんな転調パターンが考えられるので、いろいろと試してみるといいと思いますよ。このやり方はコードシートで視覚的にわかりやすいので、私的にはおすすめです。前の動画でも紹介しましたが、小節マーカーに記号を入れておくとわかりやすいかと思いますよ。それでは画面で確認してみましょう。今回はキーが C から F への転調となっています。
ここで1小節挿入します。転調前のコードを設定します。聞いてみましょう。今回の動画はいかがでしたか？次回からもこのシリーズを充実していきますので、お楽しみにしてくださいね。バンドインナボックスは、一つずつ使って慣れていくことが大切です。ぜひ、自分なりの使い方をマスターして、達人を目指してください。この動画が面白いと思ったり、このチャンネルが皆様の音楽ライフに少しでもお役立ちできたときは、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、また、バンドインナボックス、情報局長のスーさんでした。